さあ始まりました。アメリカのネブラスカ州から2人の暇人によりお届けしております。メインパーソナリティのコウスケとシゲさんです。このドロシー・リンチというポッドキャストではアメリカ在住の留学生が映画や音楽、趣味のことなどをアメリカのカルチャーを交えつつ好き勝手に喋るだけのドレッシングです。お願いします。お願いします。ドレッシングです。ドレッシングです。一個ちょっと怒ってることがあります。怒ってること、はい。昨日ね、あのインスタグラムの方で、はあ、ポッドキャスト内で喋って欲しいことありますかみたいな、ああ、見た見た見た、質問箱みたいなのを作って、うん、でまあ、今後もそれだったり、なんか留学に関することを、うん、まあ、ポッドキャストじゃなくても、うん、なんか話していけたらなみたいな、話していけたらなっていうか、それで質問を作りたいなと思って、うん、でだからポッドキャスト内で喋ってほしいことっていうのを募集して、来ました。一通だ。しかもこの一通来たらまあまあ最近というか、うん、今日の後の方で、もう夕方ぐらいになったところでやっと来て、うんうん、は？一通だ。は？一通なんだ。なんで一通の？マジで。まずビビったよ。見てないんやろ。見てないというか聞いてないんやろ。もっと来いよと思った。いろいろ来て、その中からじゃあ今週はこれにしようかな、あれにしようかなと思って一通よ。一通だから今日話そうと思ってることはもうそれよ。あ、そうなん。そう。もういいやん。じゃあ、そこから来て。そこを大事にしていこう。うん。カーニーの後輩が送ってくれたんだけど。ありがたい。ありがたい。本当に。で、だから俺、最初、これ、使ったことなくて、この質問箱みたいなやつを。ああ、インスタ上でね。インスタのやつ。そう、だから、どこに届くのか俺、分かんなくて、本当はもうめっちゃ届いてるのかもしれないけど、うん、見方を間違ってるんだと思って、自分のフォトブックの方のアカウントあるじゃん。あっちの方で、だから適当に送ってみたの、パッて。うん、そしたら、ちゃんと届いたね。ああ、なるほど。うん。だからもう、ちゃんと一通だ。ちゃんとみんなが悪い。マジでみんな悪いことない。ちゃんと悪い。悪いことはない。あいつらね、マジで。いや、だから、でも本当にもう皆さん、なんか喋ってほしいことがあったら送ってください。いや、まず、困るんで。聞いてないやろ。困るんで、本当に。大多数が。本当に。だから、そう、まあ、今日話したいことが、その、だから、後輩が送ってくれたことで、まあ、それについてちょっと喋ろうかなって思っております。はい。あと、まあ、もう一個、まあ、聞いてる人間からしたら、何のことだって思うかもしれないですけど、私 の、 フラタニティ の、 同期のメンバー、うん、シップインパクトっていう名前なんですけど、はい、ちょうど2歳の誕生日を迎えました。おお、だからなんや。あまり深いことはちょっと、まあ、今度、また別の機会に、なるほど、そのフラとソロのことは話そうかなと思うんだけど、フラとソロね、うん、じゃないですか。まあ、とりあえず、俺が入って2年が経ちましたよっていう。あ、フラとソロにね。そう、あ、フラタニティにね。フラタニティ、ソロに。いわゆるフラタニティっていうイメージのフラタニティではないけど、まあ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 、ネイバーズ的な。2見たい。ネイバーズおもろかった。あれ、ネイバーズおもろいな。おもろかった。でこっち来て今まで見たことなくて俺、あ、ネイバーズを。でもともとそのウラとソロの話っていうのは知ってて、うん、でフラに入った後に見て正解だなと思った。あー、確かに、いろいろ分かったから、うん、いい。あれを入る前に見たらすげえこう、あ、そういうもんなんやって、っていうのもあるし、あともう何言ってるか分かんないし、その役的にも、その日本語役も、あ、そういう風な役になるんだっていうのもなんか楽しめながら見れたから、はいはいはい、あれはなんか結構おもろかった、いい映画だった。良くも悪くも。あれとどっちが良かった？何やったっけ、黒人のフラン。いや、もう全然そっちよ。見てないねんけど俺は。ヘルウィークね。ヘルウィーク、うん、全然あっちの方が、うん、そうない、うん、あっちの方が全然おもろかった俺的には。でも新しいコーラ入ったんでしょ、後輩が。そう、去年入って、今はまだ新しい子入ってないけど、うん、去年来た子たちは、入った3人、うん、でも今年、うん、今年というか今攻めでまた3人ぐらい抜けるから、もう結局やっぱ10人ぐらいがもう俺らのフラタニティ の、 そのメンバーだから、アクティブで活動してるのが。あ、なるほど。そう、全然中でちっちゃいちっちゃいけど、ちっちゃいね。ちっちゃいよ。俺もう、俺だからその、3人、あ、もう1人いるか、ワンちゃん、うん、もう1人いるね。だからその3人抜けたら俺がほぼ上よ、一番。フラの務まるん。大丈夫な。俺のその同期のメンバー4人。ヒスパニックがやらんでいい。同期のメンバーは俺ら4人いて、うん、うん、でそいつらよりも1個上の代に、結構人数いるんだけど、その人たちがコンセメ結構卒業するの。ああ、なるほど。そうで俺らの代で言うと4人いて、マークも卒業。ああ、そっか、うん、4人いて、そのうちの1人はもう卒業してる、うん、でも今一応アクティブメンバーとして活動してくれてて一緒に、うん、でだからまあ4人いるうちの、そうね、一応全員まだ卒業はまだもうちょい先だから、うん、でもこの上が一番上で、この下に3人いてっていうような感じで、うん、だから先輩パイセンス。俺パイセンス。生きんなよ。フラの
フラのパイセンス。まあ、今度ちょっとフラタニティについては深く喋ろうかなと。だからそのフラタニティについて喋るの難しいよね。シゲさんがだからどこまで知ってるというか、だからシゲさんから質問してもらう形にならないと多分。まあ興味ないからな。ほらほらそこよ。だから別になんか多分ある程度のことはなんとなくわかるし、まあ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 、コウスケから聞いてるから、ね、っていうのあるし、ね、まあ、別にそんな興味ないから。まあ、あと有名なだから、まあそれで言ったら最近でさ、パイク、まあ俺らの話だけど、パイクっていうパイカッパアルファっていうその有名なフラタニティがあって、うん、そこにあの人入ってたじゃん、ヤングじゃない、あのシェルドンね、ビッグバンセオリー、ビッグバンセオリー、うん、ちょっと名前が出てこないけど、名前出てこない、あの人がパイク入ってたりとからしいの。そう、まあ、結構有名な人がいろんなとこ入ってたりするから、うん、まあ、そんなも取り上げつつ、ちょっと今度、まあアメリカの独特の文化であるフラタニティソロリティについてはちょっと喋ろうかなっていうふうに思います。あ、それ一個全然関係ないけど、どうぞ。ほんまにさっき友達からメール入ってて、うん、さ、ごめん、これも全く関係ない話なんだけど、メールって、うん、最近日本のコーラって言わんらしいね。 LINE？ うん、でこの間言われて、メールってあんま使わんでみたいな。死後な、またメールするわって言うやん。普通に LINE であったとしても、またメールするわって言う、ね、連絡の内容でね。そうそう、メールするわって言うんだけど、いやメールじゃないし LINE やしみたいな、メールって使わんでみたいな。えみたいな。まあでもいや使うからってそう、うん、でもそ仕事してる人でしょ、その同い年というか同級生の。そうね、会社内でそのメール使ったりしないのかな。え、またその子はまだちょっと別の職種やな。まあ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 、そうね、違うけど、うーん、メールってなんかこう言ったら、コウスケ世代とかもうちょっと下の世代の子、うん、ってあんま使わないし、俺らはもう携帯出だした時、じゃあ携帯出だしたっていうか、メールでやり取りしてたから、うん、Eメールでやり取りをしてたから、うん、LINE とかそんな出る前に、だからメールっていうけど、うん、もう LINE から入ってる子らは、そうね、うん、もうメールなんか多分打ったことないんじゃん。だから俺らで言うと、その学生、うん、アメリカで学生やってると、そのメールでプロフェッサーに連絡したりとかっていうのもあるから、メールめちゃめちゃ使う。だからメールっていうのも分かるし、うん、俺はメールから入った。だから俺の多分1個下2個下ぐらいは多分 LINE からもう入ってる。あ、そうなんや、多分、うん、っていうのもあるのかね。ちょっとジェネレーションギャップを感じたっていうで、それはジェネギャな。でもだって同期の子だって、うん、同期っていうか、その同い年の子が使って、そのあれでしょ、メールっていうあんま使わないよっていうふうに言われてるんでしょ。だから最近の子は使わへんでって。ああ、そういうことね。そいつは使うんだけど、ああ、そうかそうか、そう、あ、でも最近聞かへんなみたいな、そう言ってたから、ね、LINE か、あと DM でねとか。そうそう、 DM ね、感じだね、多分。そう、へえ。でまあ関係ない話だけど、それはそれは余談やね、余談の余談やね、余談の余談、まあまあ、本筋の余談は、最近友達から LINE が入ってて、あ、それとは別の会話があったんだね。そうそうそう、いやメールで今思い出した。あ、オッケーオッケー、そういやと思って、そう、 LINE が入ってて、あのネブラスカのウェインって知ってる？ウェイン、ウェイン、地名地名知らんって知ってるって言われて、うん、え、誰に言われたの？友達に、ね、うん、ウェインって知ってるって言われて、はってなって、うん、知らんねんけどってなって、で調べたんよ、うん、ウェインどこなんやろみたいな。じゃあコロンバス、はいはいはい、まあ、ちょっと上の方、はいはい、ちょっと遠いね。そう、ちょっと遠い、3時間ぐらいから車で、ね、で、なんなんってなって、うん、で、なんでそのなんか地名を知ったんっつったら、うん、ウォーキングデッドに出てくる、うん、俺もめっちゃ昔に見たからあんま覚えてないねんけど、うん、何やったっけな、ベスやったかな、うん、っていう役目の女の子なんだけど、うん、でその子が好きで、そいつが、うんうん、なんかうわ何歳なんやろうと思ってパッて調べたら、うん、ネブラスカ州ウェイン出身ってなってたらしくて、うん、で俺に聞いてきて、ウェインって知っとみたいな、あ、へえっていう、ウェイン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 、そんな場所あるんだ、うん、まあ、コロンバスでもまあある程度ちっちゃいから多分相当ちっちゃいだろうね。ね、人口5000人ぐらいやった。まあ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 、でもそこに州立大があった。州立、うん、ウェイン州立大学みたいな、州立大学があったわ。州立あるって書いてた。マジで？うん。州立なのかな、うん、もうちょっと後で調べてみよう。コロンバスにはまあ、コミカルあるけど。うん。いや、そうなんだ。意外とネブラスカ出身っての人って意外とおったりするんで。
知らんだけやけど。誰だっけ一番有名なやつ。一番有名なのは、まあ、やっぱウォーレン・バフェットでしょ。ああの俳優、俳優、俳優は、うん、マーロン・ブランド言ってた一番強い多分その、うん、それだけでしょ。ねヒラリー・スワンクも確かそうやね。オマハ出身だっけ。確かオマハ、うん、でうわあと何やったかなちょっと覚えてない、うん、けど誰そんなもんよな誰かおるリンカーンとか言ってそんなもんよカーにはおらんと思ういや当たり前、うんうん、もう右だけよ右の方だけよオマハリンカーンはおる、ねうん、そうそうええー、そうなんですね、うん、まあちょっと調べてみるかそしたらウェインそうね、まあ、関係ない話だった、うん、じゃあまあ今日もとりあえず本題の方に移ろうかなと思って、うん、その質問は何なんですか質問箱その前言ってたから話してほしいこと、はい、だからまあ例えばこれってどう思いますかとか、うんなんかこれ、こう例えば留学行きたいんですけどどうしたらいいですかっていう質問ではなくて、うん、もう一言バーンって送られてきて、うん、食生活っていうふうにこれじゃあバーンって送られてきて食生活まあ広いは広いけどそれはまあ何でもいいんじゃない？アメリカでの食生活。そうそう。だから多分日本の食せ、うん、あのご飯との比較を多分してほしいっていう意味で多分送ったんだと思う。うん。しましょう。さ、どっから話していきましょう。どっから話していきましょう。まず学校のあの食べ物ぐらいから話してた方がいい。ああ、そうね。まあ入って、うん、まあ。俺らがまず入学というかこっちに来て初めてまあ寮に入れられて、うん、でその時はもう完全に嫌をなくあのカフェテリアそうだよね規則なんだよねにやったやんか、うん、カフェテリア食わされたやんか、うん、まあそのだったあの寮に泊まると絶対にそのミールプランその食券みたいなのを絶対買わなきゃいけないっていうのがうちの大学のシステムでそうねそうだからもう必然的に最初に買ってだからまあカフェテリアとかでご飯食わなきゃいけないっていう、うんだから最初の夏の3ヶ月間はもう完全あれ でまあまあ寮におる時はずっとカフェテリアやったんか、うん、とかあとまあその中にお金があの俺らが持ってるアカウントの中にお金が入ってるから、まあサブウェイだったり、うん、あとスタバだったり、ね、チクフィレだったりチクフィレだったりそこら辺が買えるっていうもうカフェテリアの飯が無理で俺ほんまにほんまに無理ではい、だから俺もいち早くオフキャンしたかったのだからあのミールプランも一番低いやつだったもんねそう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 でもうほんまにだるい時だけもう作りたくない時だけでまた寮であの寮ってキッチンがないのよね自分らの部屋にねそうねそうね、うん、だからわざわざそのキッチンに行かなあかんのよ、はいはいはい、もうそれもだるくて、うん、ふわーみたいなそうね懐かしいな、うん、でもあれ懐かしいけど3年前だからキッチンないからなんかさあのなんか電熱線のやつとか買ってさやってたやんわざわざでできるだけその煙が出ないその茹でたものだけとかそうとかやってたからもうほんまに嫌でカフェテリアの飯が何が嫌だったかっていうのが多分気になるんじゃないのかなあ俺は全然美味しくなかったいや俺も別にいやあのそうよ俺も多分ねあのアメリカ人も多分そんな美味しいと思ってないここのカフェテリアはって言ってるみんな、うんうん、ちょっと考えた方がいいよここ、うん、ほんま美味しくないまあ美味しい、うん、だからまあ美味しくないっていうのもあるし味が濃いし味が薄いしあのねまた食べれんことないっていうのが腹立つねそうね確かに確かにあのほんまによっぽどまずいくても食われへんってなるんやったらもうそれは多分みんな言ってると思うけど、うんもう食えんでもないけど、まあね、なんか別に美味しくもないねんなみたいな感じやから多分ずっとあの感じで言っとんやろうけどそう、ね、今回そのスチューデントガバメントの中でもそのカフェテリアの議題というかそれがいろいろ上がって、うん、ミールプランだからまず高すぎるっていうので高すぎるよだからミールプランを今とりあえず3つしかプランないんだけど、うん、それをね5つか6つぐらいまでとりあえずミールプランが増えるの、うん、っていう話し合いをしてて、うん、でミール自体ももうちょっと種類増やすとかした方がいいよっていうのをとりあえず話してただ一番びっくりしたのこれ全く少数離れるんだけど、うん、カフェテリア俺らいつだっけあれ1年前か1年半前ぐらいにあれ改装工事みたいなのしてたんだよねああ中ねもうオフキャン俺ら映ってたからあれだったんだけど、うんうんまたするんよ何しそうなのでその完成予想図見たんだけど、うん、マジで全く変わらん本当に何しにあれに金しかまあまあ出るからああ何だろうな使い道困ってるんかな金いやーどうなんだろうね、うん、でまあそう他にも改装したりとかするっていうのもあるけど、うん、じゃあもうさ例えば
まあ、ルイスはいるけど、うん、なんかそのウエストに入れるとかさ、ウエストに入る、あそうなんや、入る入る、あそこ、うん、それも今もう話進んでて、寮の中に入れてもたいのにな、もはやそれはややこいか、場所がないかな、うん、まあ、とりあえずまあそうね、そのカフェテリアのご飯があんま美味しくないっていうので、美味しくないあれは。でまあその1階にはでもサブウェイとか、うん、あとそのチックフィルエーっていう、まあこっちでいうサンドイッチ屋さん、そう、ね、結構まあ有名な、うん、その2つがあって、まあそこでもご飯食ったりとかして、うん、でも本当にアメリカ人はそことカフェテリアと、うん、って感じよご飯。そうやな。でまあピザ頼んだり、ピザ頼んだり、ちょっと外食いに行ったりっていうのがメインだから、うん、そうね。ね、俺はもうほんま何年行ってないやろカフェテリア。ね、本当そうだね、懐かしいよね、うん、2人であの昼に行ってたのか。マジでマジでほんまに行ってないわカフェテリア。そうね、これほんまにカップ麺食ってた方がマシって俺は思うから、あ無理やな。もうそうね、だからまあこれはもう学校によるし、うん、俺らの学校がっていうのもあるかもしれないけど、うん、まあ、カフェテリアの料理はそんなに美味しくないっていうの、うん、美味しくないよね、っていうのがまあ一応学校事情、学校内の食事情って感じで、 その、ね、うん、そのジェネラルにって考えると、うん、でもやっぱ本当あれよね、ハンバーガー、ステーキ、ピザ、チキンウィングっていうような感じよね本当に。大体そうね。だよね。でなんかその家の料理ってあんま分からんけど、アメリカ人の家庭料理って分からんけど。うん、なんなんやろ。それこそ例えばあのあれ、マッシュポテトみたいなの、うん、芋系のなんか料理が出たりとか、ね、あとはあのあれ、めっちゃ好きじゃんアメリカ人、あのマッキンチーズ、あー、うん、あれ、ああいうのが出たりとか、うん、っていうのだよ。まあ、なんかこだわってる人はこだわってるけど、うん、ほんまにどうでもええみたいな人はずっとピザやったりするんだけど、うんうん、なんかあの誰やったっけ、ワトソン、はい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 もう多分今日の聞いてる人たちマジではってなってるワードが多分たくさん出てくると思うけど、俺の元のホストファミリーがいて、その人らは普通にご飯めっちゃ美味しかった、うまかったね、うん、なんか魚サーモンステーキと、うん、あの時何やったっけな、なんかね、なんかいろいろあった、いろいろあって、ですげえなんか美味しかったんな、美味しかったね確かに。アメリカ、そうね、確かにアメリカ、なんかザ・アメリカ料理みたいな感じではなかったね、うん、うん、だからあんなもんなんじゃないん、家庭料理っつっても、まあ人によるとは思うけど、うんうん、でもやっぱね、だからこっちで例えばそのサラダ食べるってなると、サラダでお腹いっぱいにできるぐらいの量が出てきたりとか、そのこっちに言うとそうね、基本的にもうなんかそのなんかご飯とステーキとサラダとなんかみたいな感じじゃなくて、もう一品ドーン一品ドーンで量があるみたいな、うん、そう感じよね、全部ワンプレートで収めてまうみたいな。そうね、うん、でサラダやったらサラダしか食べへんでしょ、うん、ほんまに、うん、日本みたいに例えばじゃあ居酒屋行って、うん、サラダ頼んで最初に唐揚げ頼んでみたいな、うん、みんなシェア、まあ、シェアっていうあれもあるけど、うん、なんか基本的にみんな一人ワンプレートみたいな感じやから、うんうんうん、なんかやっぱ合わへんよそら確かに俺もこっちいて、うん、まあ、別に何でも食えりゃいいやって思うけど、やっぱなんかちゃうなとは思うけどでも君は毎日辛ラーメンとサブウェイで過ごしてるじゃないですか。これね、ちょっとうちが考えたの。食生活改めろよってことで言ってくれたんじゃない？この子は。っていうのはあるのかもしれないけど、違うの。一個はちょっと気になってることがあって、うん、あのいつもお母さんが聞いてくれてるの。このポッドキャスト、うん、絶対怒られる。いやちょっとほんま言ってあげてほしい。絶対怒られる。お母さんからも。俺はめちゃめちゃ言ってんねん。言ってる。いやほんまに起きてもうルーティンやんな。起きてきて上上がってきて夕沸かして、うん、まあそのそうね、まあその日によってその授業のあれが違ったりするけど、まあまあ、うん、で絶対辛ラーメンを、うん、まあ、一発目食うて、うん、朝起きてすぐ、うん、でまあ夜帰ってくるの遅かったりするから、ね、帰ってきたら絶対サブウェイ、サブウェイか辛ラーメン、また辛ラーメンかチクフィルエか、もうほんまにやめときや、はい、なんかアメリカ人も行ってる、行けてるからほんまやめときや、行けるやろみたいな、なんでそれで体持ってるの、わかんない、マジで意味がわかんない、マジでそのうち来るとは思うけど、いや絶対来るでほんまにほんまやめとき、んで1日に何貫そうだなもん1ぐらいかな、嘘つけ、5は飲んでる5、どう、いやどうだろう、3、いや
数えてないやろ。数えてない。ほんま多分ワンちゃんほんま5缶ぐらい飲んでるで1日。そうね、5、6。やめとき。言ってるだけ言ってるで。ほんまに。すいません本当に、お母さんは聞かなかったことにしたいと思います。後で絶対 LINE 来るわ。ほんまにやめときな。すいません。だから俺はもうほとんど自分で作ってるから。そうね、確かに。だから作って食べればいいやんって言うねんけど、いやみたいな。サブウェイ食べる、まあ、外にいて楽。もうなんかついでにそのミーティングの、うん、ミーティングが多かったりするから、うん、それのついでで買って食ったりとか、ミーティング中に食ったりとかしてるから、うん、それがまあ楽っていうのもあって。ちょっとまあその話を戻ると、さっきあの居酒屋がどうのっていうふうに言ってたじゃん、うん、はい、その酒事情というか、それもちょっと軽く喋りたいなと思ってたんだけど、うん、こっちのバーというか、はい、パブとか、うん、そのご飯閉まるの早いじゃん、うん、っていうのをちょっと喋りたいなっていうのがあって、うん、もうなんかこっちのバーってもうほんま基本的にお酒を飲むところやから、だからそこがちょっと分かんなくて、だから日本で多分酒飲むって言ったら、うん、なんかつまみながらがもう、あー、だからベースじゃん。ご飯と酒がセットやね、うん、基本的に。そうね、入りが居酒屋とかで、うん、でその後お腹いっぱいになって、でちょっとバー行こうかでお酒だけ飲みに行くことはあるけど、それバーでは特に何も注文できないわけではないでしょ。でも どこのバーで、その日本の、あ、まあなんかその軽いおつまみみたいなあるとこは全然あるよ、うんうん、でもやっぱ結局そういうの頼めたりはするじゃん。するするする、うんうん、でもこっちでもあるけど、うん、基本なんかみんなほんまにあんま飲む、ご飯食べてから飲むみたいな感じ。だから本当にないよね、うん、オーダーできるもの。まあ場所によるけど、うん、だ言ったらその枝豆ぐらいでいいじゃん。枝豆食いながらとか、ね、本当に最悪そのプリッツェルだけとかでも別にいいじゃん。もう大体まず店閉まるんが早いから。そうね、1時ぐらいに閉まってますから、うん、だいたいもうキッチン閉まるんが10時。10時でしょ。だいたい10時やね。うん、でもそれ以降飲もうと思ったらもうほんまにあのスナック類だけ頼もうと思ったら、うん、それもでも場所によったりするよね。うん、俺すごいよね本当。もう俺はもう食べながら飲みたい人やから。いや俺もまずそもそも弱いから、うん、っていうのもあるから、もう何かしら食いながらじゃないともう、うん、ねえしんどいし。ビール別にそんなにね愛し好きじゃないから、うん、なんか食いながらの方がいいから、うん、あれね、なんかそんな独特やな、ね、ほんと飲むだけみたいな感じだよな、うん、もうほんまここにあるバー、うん、カーニーにあるバーはいわゆるバーではない。あのなんていうの、日本でみんなが想像してるバーってあるやん、ちょっとなんかシャレカウンターがあってシャレっ気があってみたいな、静かでみたいな、うん、そういうバーではない。じゃない、基本的にパブみたいな感じ。そうね、全部基本的に。そうね、うん、だからもうなんかクラブとパブの間みたいな感じのとこもあるし、うん、うん、基本的に音楽はガンガン。そうだね、で自分でちょっと曲変えれたりうるさい。俺逆に日本のに行ったことないから、うん、どんなんか知らんから、うん、静かいで多分騒げないよね、多分騒がれへん。そうね、騒がれ。ちょっとまあ日本帰った時にはちょっと単身というか行ってみないかなって感じだけど、みんなもっと行ったらいいのにね、こっちの、日本人のコーラとかもそうやけど、うーん、俺はまあ見てちょいちょい出るやんか。そうね、もう会ったことないから。そう、日本人の子に、まあ、まあ俺で言うと同期の子とまずそんなに仲良くないというか、あんま仲いいやつそんないないし。で上の代だから俺がまずそもそも弱いから、うん、まあ、まず飲まへんもんな。そうだから上の人を別に誘っていくっていうのもなんかなみたいな、だって21超えてる子って結構おるやろ。だからそこが問題なの、21超えてる子って1個下の代だけなので、1個下の代ってめっちゃ転学してるの。あ、そうなんや。そうだから本当に知ってるやつそんないなくて、へえ、ね、ってなると、まあ、2個下の代とはめっちゃ仲いいんだけど、2個下の代はアンダーだから酒飲めないから、うん、ってなるとね、なんかあんまり俺も別に外行こうぜみたいになんなくて、うん、なるとフラの人間と。あ、今週末がそれこそ本当に大変ですよ。あ、うん、誰かの誕生日やった。21歳の誕生日です。あ、しかもうちの同期のメンバーの誕生日 で唯一そいつがアンダーだったの。あ、そうなんや。そう、もうキューバのやつなんだけど。出た、キューバ大変よ。クバーのもうテキーラが大変よ。コウスケも21の時なんかどっか行ってたもんね。死にました。なあ、死んでたよな確か。もう
全部出ました友達の家の前で。なんかでも、うん、最近でこそコウスケ飲まんようになったけど、うん、なんか21ぐらいの時は飲んでなかった、最初の頃は、うん、うん、まあまあ、わけも分かんなかったってのもあるけど、うん、なんか飲んでゲワ吐いてたイメージバレあんねんけど、でゲラ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 笑ってたよね。そう何がおもろいん、なんかあのクランベリージュースをバー吐いて違う違う違う、だからあれ、まあそうね、何やったっけ、でなんかこう袖で拭いたら、うん、なんか真っ赤やってんな袖が、そうこれ何ってなって、うん、クランベリージュースやんってなったら、うん、あれ何やったっけ、ほんま鼻血なんやったっけ、あっじゃあ血出とってなってコウスケが血出てるってなって、なんかテンパって、うん、テンパって、まあそうだってうわ血出てるやばい、うん、ってなってて、いやクランベリージュースやんってなって、普通にいやいや血よっていやいやクランベリージュースやん、血よって外で入ってるって、ね、外で入ってるって、こんなこともあったな、ね、まあ余談が過ぎますけどまあでもそうね、酒で言ってそんな感じだし、まあ、うん、基本的にこっちの食べ物はもう、うん、オイリーだし味付け濃いし、でそのワンプレートっていうのが基本、まああんま美味しいレストランはない、カーニーには。そうねあったら行ってるもん俺。うーん、でもなんかまだ行ってないとこたくさんあるもん、俺もまだあるし。まあね、うん、アリーローズが行ったことないでしょ。ないでしょ。ないのよ意外と。でしょ、うん、とかだから結構あったりするから別によくないだってハンバーガーとかステーキでしょ。そうね、ステーキ、そうね、ステーキとか、あとなんかでもサラダバーがあったり、なんかねスープバーみたいなのがあったり、ちょっとシャレっ気は。ロイホや。そんな感じ。うん。ロイホでいいわ。そんな感じ、うん。そうね。でも基本的にも俺も自分で作った方が全部うまいから。はい。その通り。その通りです。その通りではあると思いますけど。でもカーニーに。なんかあのアジアンレストランじゃなくてスーパーマーケットがないのが下船。確かに。こんだけ日本人、韓国人、中国人おんのにさ、うん、いや一個ぐらいあれよって思う。確かにね。GI にいらんやろ。いらん。しかもちっちゃいし。ちっちゃいし。わけわからんし。カーニー絶対作った方がいいよ。それでいいとちょっとあのアジア系 そのレストランの話をして終わるか、そして最後に、うん。カーニーに一応アジア系のレストラン何個かあるじゃん。日本、うん、一応日本食レストランが2つか3つぐらいあるじゃん。アジアン食レストラン、アジア系の、まあ、そのまず日本食レストランでいうと2つか3つぐらいあるじゃん、うん、日本食3つぐらいあるな、うん、でチャイニーズも2つか3つぐらいあるじゃん、あるで、台湾が1個あるよね。台湾だっけ、スワニーって、スワニーはあれはベトナム、タイだ、そうかそうかタイか、うん、タイ料理があったりぐらいか、アジア系のレストランでいうと、そうね、多分。まずなんで韓国料理がないのかっていうのはちょっと疑問なのが1個、マジでまずね、マジでだってえぐいじゃん韓国人留学生の量、うん、なんかいろんな都市行っても、うん、日本食なくても韓国料理はあるみたいなとこ結構多いのよ。そう、うん、うん、アメリカって、うん、日本食あって韓国料理ないんやってなって1個もないもんね。ないな韓国料理は。なんでなんだろうね、やりゃ儲かる気がするんだけどね。うん、確かにね、うん、日本食に関してもそうだけど、日本食なんかもうね全部潰れたらいいのにあれ日本食ね全部、まあ最近あんま、まあ俺はもうそのあのしげさんがよく作ってくれてそれ食ってるから、うん、もうそれでもう大満足してるわざわざ外行ってっていうもんもあるからっていうのもあるけど、うん、まあだからでも寿司とか食いってなったらやっぱそういうところで、そうね、さすがにそう食おうぜみたいになったりするからあれだけど、うん、でもまあね、高いし、高いよ、そんな、なんかもう日本の食材がやっぱり高い、あのスーパーで、まあそうね、結構売ってるのよ、うん、普通に醤油であったり米であったり、うん、味噌はさすがにないかな。そうね、うん、でもまあなんかいわゆる日本の食材って、うん、ある程度アジアンコーナーっつって小スーパーにあって売ってるから、うん、まあ、それで作りはするけど、うん、やっぱ高い。そうね、だって普通にあのウォルマートの豆腐、うん、はい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 、あれ鍋で2ドル1000ぐらいだったっけ。そうね、でも2ドルぐらいじゃなかったっけ、うん、ありえんで、うん、日本やったらそんなこと言ったら大根とかもやしもそうじゃん。大根もクソ高いし、すごいじゃん、細いし、細いな、いやもうもやしもすごいし、
もやしも高いな。2ドル3ドルとかするよ、うん、意味が分からん。12円とかの世界でしょあんな。いやそうやね、2円とかやでもやしなんかでしょそうやで、あれすごいよね、うん、だからまあ自分で作ろうと思ったとしてもやっぱりちょっと高くはつくけど、うん、まあできんこともないかなっていう。そうね、あとなんか何その生物とかじゃなかったら、うん、もうアマゾンとかで普通に頼めるから、うん、意外と、意外とそうそう、うん、でもここにおるコーラは日本食が食べたくなったらうちに来てくれればいいからですって皆さん聞いてる皆さん多分聞いてる結構加入して聞いてるから、あちょっとそういやいや日本人の後輩の全然来てくれたらいいから、うん、しげさん逆にその俺は結構そのどこにでも見るっていうのは結構言われるの。見るって何？学校内で、うんうん、そのコウスケさん結構なんかいろんなとこいますよねって。ああもういろんなところもんな、コウスケはっていうので、だからたまに言われるのが、うん、本当どこにでもいますよねって、うん、暇なんですかってたまに言われたり。コウスケが？そう、まあ、いろんなところにいるから逆にな、なわけあるかもげーって忙しいからいろんなところにあるかもげーってだから本当どこにでもいますよねとかって言われて、うん、でも自分しげさんと一回も会ったことないんですよねって。しげさんは珍しいね、珍しいねってそれ珍しいで会うのっていやもう基本的に、うん、あのキャンパスにおることがあんましないな、うん、授業以外で。しかもだってあのウエストやし、そう端の方だからね。そう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 、だからユニオンなんかもうここ何あ行ったか半年ぐらい行ってなかったし、うん、前あのキャリアフェアがあって行ったけど、はいはい、基本的に行くことないし用事ないし。そうだからね、キャンパスに用事がないそうだからシグソン、うん、見たことないんですよねっていう、うん、めっちゃいい声してるんですけどっていうのをすごい結構言われて、うん、だからレアっすよって、うん絶対実際見たら顔見たことないよね。だからなんかウォルマでなんか、うん、もしかしたら見たことあるかもしれないですとか、コウスケさんの横にいた人そうですかとかっていうので何人か知ってるけど、でもちゃんとその会ったことはないですねっていう人が多くて、うんうん、全然声かけてくれたらまあかけづらいとは思うけど、かけづらいやろな、かけづらい自分でも思うもん、かけづらいと思うよやつ、うん、かけづらいと思うわ、嫌やもん、うんなんて声かければいいんだろうってなるもん多分見た目から嫌やもん、そう、うん、自分で言うけど、あ、うん、そうだからまあ、うん、もし留学する際はそのまあ現地の情報というかその日本食レストラン、うん、もしそのご飯がちょっともう本当に合わないの無理っていう人とかだったら、うん、ちょっと日本食レストランだったりアジアンマーケットちょっと事前に調べとくのも多分いいというか、多分本当に合わない人は多分本当にあ無理ってなる人が多分多いと思うんで、うん、まあ、大体ある。だってこんなちっちゃい町のスーパーにさ、うん、アジアン食品結構あるねんから。まあね、もうなんかロスなんかほぼ日本でも俺シゲさんと住んでなかったら絶対こんな食ってないし、な絶対そうやろな、うん、あんま知らんし多分絶対そうやろな、うん、まあっていうのもあるから、その食に興味があるかどうかっていうだけの話、ね、確かに確かに確かに、まあ、作る子は作るんやろうし、そうだからまあちょっと事前に調べてみるのもいいかなとは思います、うん、はい、はい、こんな感じで、そしたら今回は終わりますかね。じゃあ全然まだ話せそうな、あもう全然どっちでもいいそしたらまあこんな感じで終わろうかなと思います、はい、まあ余談も余談でいろいろ喋ったところもあるけど、うん、まあこんな感じでいいんかね、まあ、また もうちょっとなんか今後スペシフィックな質問があれば、例えばハンバーガーの味の違いありますかとか、例えば マックの違いがありますか日本とアメリカでみたいな、ああな、そういうのが来たりとかすればもうちょっとそこから、あな、例えば他にもあるじゃん、ウェンディーズだったりバーガーキングだったりいろんなのがあったりするじゃん、あだからそういうところをもうちょっと絡めつつ喋っていけたらなっていうふうに思います、はい、で、ちょっと今後ちょっと最後にエンディングの時に告知というかそれをしていこうかなと思うんだけど、うん、結構みんな YouTube の方でこのポッドキャストを見てる人が多くて、うん、で YouTube 以外で見る方法が知らないですっていう子が結構多くて、うん、だからそういう人のためにちょっと一応告知しておこうかなと思うと、このポッドキャスト YouTube だけでなく、うん、Apple Podcast、Spotify、Google Podcast など9個以上だっけな、8つか9個ぐらいの、違うプラットフォームで聞くことできますんで。そうなんや。そう知らんかった。っていう風にしてるから、すげえ。そうっていう風にしてるんで、だからまあ通勤途中だったり通学途中に聞いてもらうのもいいですし、まあドライブしてる時に一回その事前に Wi-Fi ある環境でダウンロードしちゃえば、ああ、聞けたりとか、ね、だからもし長期のフライトがある人とかは全然事前にダウンロードして聞くことできますんで、聞くことできますんで、聞くことできますんで、はい、ぜひそっちの方で聞いてもらえると嬉しいんで、うん、はい、そっちの方もチェックしてみてください。はい、それでは第17回目かな、エピソード17ですね、はい、を終わりたいと思います。それでは皆さんさようなら。
so much to do, so much to say.